飲むだけで痩せるお茶お伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じて健康的で綺麗に痩せるための情報をお届けしています。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てくださいね。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひお受け取りください。それでは今回の動画のテーマは飲むだけで痩せるお茶についてお伝えしていきます。では一つ目の項目です。なぜこのお茶を飲むと痩せることができるのかというその痩せるポイントについてお伝えしていきます。3つあります。腸内環境が整うから、代謝が促進するから、脂肪の蓄積を抑えてくれるからということで、この3つの柱が揃った時にあなたは今までもうどんなことをしてもなかなかね痩せることができない、もしくはリバウンドしてしまうっていうそのような状態、要するに体質が太ってしまう体質のままから根本的に痩せ体質へとシフトすることができるんですね。では2つ目の項目です。何をということで今回あなたにお伝えしたい痩せるお茶とはこちらのことです。野菜茶になります。この野菜茶には玉ねぎの皮、さつまいも、大麦若葉、桑の葉、山芋、よもぎ、にがおりとね7つのお野菜が入った、まあ、いやその名の通りですよね、野菜茶をお伝えしていきたいと思います。でここでポイントが、まあ、いろいろ痩せ効果はあるんですけれども、一番このお茶を作る時に使われているこの1番目玉ねぎの皮が、まあ、一番材料で多く含まれているんですね。このなんと玉ねぎの皮の部分に痩せ効果がたくさんね含まれているんですよ。そもそも玉ねぎの皮ってどうされてますか？私はやっぱり剥いたらねそのままもうさよならをねしてしまっていたあの玉ねぎの皮になんとこんなに痩せ効果があるんですね。玉ねぎの皮に含まれるケルセチンという成分のおかげさまで体脂肪の蓄積を抑えてくれたり、コレステロール値を抑えてくれたり、血行が良くなったり、まあ、女性にとってはね辛いむくみとか冷え性ですよね、そういったことが改善できるその効果がその玉ねぎ自体ではなくその玉ねぎの皮の部分にもとっても含まれているということがね分かってるんですよね。でもこんなにダイエット効果が高いこの玉ねぎの皮をいかがですか？もう私もそうなんですけれども、こうわざわざ自分でねその剥いた玉ねぎの皮をこう煮出してっていう作り方もね私調べましたけれども、結構ね面倒くさいですよね。そっか結構手間かかるな、まあまあもうそもそもねもうその玉ねぎの皮をね、まあ、取っておいてどうのこうのってやっぱり面倒くさいじゃないですか。そこで項目の3つ目、どのようにこの玉ねぎの皮を使った野菜茶を作ることができるのかということで見つけてきたんです。こちらです。見えますでしょうか？兵庫県の淡路島の玉ねぎの皮を使った野菜茶になります。で先ほどお伝えした通り、まあ、7種類のお野菜が入っている、まあ、ブレンドティーになるんですけれども、こちら原材料名を見てみますと、まあ、混合茶ですよね、ティーバッグになっています。で玉ねぎの皮は兵庫県の淡路島産です。でさつまいも、大麦若葉、桑の葉、山芋、よもぎ、にがおりはすべて国産の材料を使ってくださっています。もう安心ですよね。でこちらがあることで、先ほどお伝えしたねもう面倒くさいわざわざね玉ねぎの皮から煮出して自分で作ってみたいなそういったことをしなくっても、まあ、簡単に飲めちゃうっていうね、しかも玉ねぎの皮だけのお茶ではなくって他にも6種類も痩せ効果の高いお野菜が入ったお茶ということになります。私ですねこれを最初飲む時にどんな味と思ったんですね。玉ねぎの皮か、まあ、プラスお野菜は入ってるけれども一体そのどんな味がするなと思って、まあ、飲んでみたわけですよね。で家族にも飲ませました。そしたらですね、まあ、色はルイボスティみたいな綺麗な、まあ、琥珀色に、ね、なるんですよね。あそっかって、まあ、確かに玉ねぎの、ね、皮ですから、まあ、そんな色かなって、まあ、想像通りだったところもあったんですけれども、じゃあ実際の味はとなるとですね、そんなに思ったほど
癖があるわけでもなく、結構ごくごくとね飲みやすいんですよね。で最後にこの苦瓜、まあ、ゴーヤーですよね、まあ、沖縄とかに行くとよくね出る、まあ、そのお料理あると思うんですけれども、ゴーヤーチャンプルとか私大好きなんですけれど、これから季節ですよね。ああいったちょっと苦味のあるお野菜が入っていることで、若干ちょっと苦味も感じつつそんなにね気にならない味だったんですね。で主人に飲ませたら、あ、何これ美味しいね、何茶みたいな感じで、こう飲んだだけでは何茶かこう分からないようなこう味なんですけれども、飲みやすいです。で、まあ、娘はね、まあ、JK ですからね、まあ、若者が飲むにはちょっと美味しいねとはねあんまり娘は言わなかったんですけれども、まあ、私たち世代にはね本当飲みやすい、ごくごく飲めるお茶ということになります。でこの痩せるためのねお茶、野菜茶なんですけども、さらに飲み方を工夫してくださるともっと痩せ効果がアップします。今からその方法についてお伝えしていきますね。まずはこの後ろにねホットアイスって書いてあるんですけども、痩せるためにはもうおすすめはホットです。冷たいものを飲みすぎてしまうと腸が動かなくなってしまって負担をかけて結果働きが落ちてしまうんですよね。そうすると腸が働かないっていうことは食べたものが消化吸収できずにどんどん栄養不足になってしまいますから NG です。なので腸がほっこりするね、あ、なんか心地いいなっていう温度で飲みましょう。それはやはり常温だったりホットの飲み物になります。でホットの場合はですね、ティーパック1袋を湯飲みに入れて熱湯を注いでもうほんと30秒だけ待ってからもうすぐに飲めます。もうすぐにね煮出すことができましたので飲みやすいですよね。でアイスの場合はやっぱり3分水だとかかるみたいなんですけれども、まあ、常温であればいいんですが、ここにねガンガン氷を入れたりとかキンキン冷やすっていうのは太ってしまいますから気をつけてくださいね。でまた私もそうなんですけれども、1日の水分の摂取量、やはりこういったお茶も良いんですけれども、ポイントはですね、まあ私の場合は全体の8割ぐらいはもう天然水で済ませています。でこういったお茶系はその2、3割ですね、1日摂る摂取量の2、3割をお茶に変えています。なぜかというと、やはりお茶もどんなに良くても飲みすぎてしまうとある程度消化をしないといけないものなんですよね。お水はしなくていいんです。なのでお水が一番胃腸に負担をかけない、腸が休めるわけですよね。消化する必要がないからです。でもやっぱりお茶というのは少なからず消化をしないといけないんですよね。なのでお茶をばっかり一日中飲んでしまわれますと、やはり腸に負担をかけてしまいますから腸が疲れちゃうんですよね。なのでやはり私のおすすめはこういったお茶も取りつつ、一日の水分の半分以上はやはりお水です。天然水、まあ、お茶もそうですよね。そういったものを召し上がって交互にですね、やはりバランスですよね、飲まれると痩せます。おすすめの飲み方です。さあいかがだったでしょうか。今回は痩せるお茶、脂肪燃焼効果の高い玉ねぎの皮をメインに使った野菜茶をご紹介しました。日々のあなたの健康的なダイエットにぜひお役立てくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。